ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、今シーズン初の月間総評です。あ、始まりました、はい。まあ、3月終わりから始まり、ちょっとね、4月は長く感じたな、はい、俺は。あ、そうです。なんか長く感じた。いつもあっという間に終わるんだけど、はい、なんでかな、天候不順だったからかな。天候不順ですかね。いやいや、なんかな、全国的に。まあまあ、そう。あとはようやくシーズンが始まって、まだちょっと体が追いついてない、はい、それが3年生の振り返りが相当ダメージが来てる体に。もう食らってるかどうかですけれども。あれは何を見て喋ってるんですかって言うけど、はい、うん、あれ俺が打ってまとめてんだよ。あ、パソコンで打ってるんですか。そうだよ。打てるんですか、パソコン。いや、打てるよ、そら。すごい。打ってまとめて、それを見ながらこう回想してるわけ。なるほど。大変なんだよ、お前。一回パソコンに打つ作業をやってるんですね。もう今度お前、あの、批判めいたこと言ったらもうやめるぞ。もうちょっと、もうそいつの家行って、お前そこで3年生やればいいんですよ、一回起こして。まあまあね、はい、そうです。さあ、今日はですね、まあ、月間総評ということで、はい、セパ合わせて12チームの、はい、開幕から4月30日までの総評をしていこうと思います、はい。毎回これ時間がね、長くなるので、韓国ドラマ1本分見てるような感覚で見ていただけると嬉しいかなと。まあ、俺もその昔ヨン様って言われたことあるからな。その写真出てますよね。まあ、そうだよ。たまに記事でね、はい、ヨン様よろしくお願いします、はい。じゃあ、まずはセリーグから、あの、順位から言って、まずね、そうですね、終わった時点でね、はい、はい、セリーグの順位はまず阪神1位です、はい、で、そこを 2.5 ゲーム差で追っているのが巨人、これ4月30日時点です、はい、3位の中日は巨人に 0.5 ゲーム差、はい、で、4位の広島は 0.5 ゲーム差、はい、で、DeNA とヤクルト、まあ、5位6位なんですけれども、ここはゲーム差なしで5位6位という感じになっております、はいはい、まずはじゃあ、まあ、総評なのでチームでいきます、それともまず全体の雰囲気からいってからのチームっていう感じにいきますか。まあ、全体っていうよりももう順位でこすっていった方がいいな。そうですね、はい。まあ、あのセリーグは本当に今シーズン混戦セリーグと言われているので、まあ、そうかな、はい、パリーグがね、ちょっと混戦じゃなくてちょっと離されてる、はい、まあ、ソフトバンクはな、調子いいからな、はい、そうなんですよね、うん。まあ、この混戦の中、まず首位なのが阪神です。あ、出だし悪かったけどな、はい、うん、最初どうなるか、まあ、打てないって言われて、はい、佐藤輝明の、うん、ジャイアンツ戦のあのサヨナラヒット、はい、みんながバーンと弾けてからすごくこう機能するようになってきたな。そうですね、うん、本当に出だしはあのピッチャー陣もフォアボールから始まったりとか、まあ、そうだね、不安定だったんですけどね、うん、だからこうハマるものがしっかりハマってきたっていうような、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、フォアボールからそれを足掛かりにつないで誰かがタイムリー打つとか、うん、まあ、阪神らしい戦い方っていうか、うん、形にはめてきたよね、うん、相手を、はい、うん、だから、まあ、それができるっていうのはチーム全体の状態が良くなってきたっていうことだよ。だから、これはあまり狂わないよ。これはもう最後まで狂わずにここからはいきそうですか。まあ、そうだね、誰か対抗馬が出てこないと、うん、まあ、このままこうまた岡田監督がまたムチ入れんかったな言ってなっちゃうか、なるぐらい、なんか今は非常にいい状態を保ってる。これ出だしが悪くて、その佐藤輝明選手のあそこから、うん、その2得点の呪縛っていうのがずっとあったと思うんですけど、まあ、そうだな、で、まあ、相手が大勢だったしね、はい、で、それまで2点で勝つゲームもあったんだけども、だから非常にインにこもるような勝ち方で、はい、なんか弾けられないというかさ、終わってどっと疲れが来るという、うん、まあ、そういう勝ち方だったんだけど、でも佐藤輝明のあのサヨナラヒットっていうのはみんな弾けたよね、うん、はい、で、気持ちがバーッとこうオープンになったというか、うん、まあ、そういうチームに勢いをつけるサヨナラヒットだったから、うん、その勢いをうまくつなげたよね、みんなで。そうですね、あ、だからそこら辺がやっぱこうチームの力だし、うん、まあ、ノリというかね、うん、あ、で、まあ、層も厚いしね。そうですね、だからそういう意味ではすごく良かったね。そのオープン戦でも結果が出なくて、やっぱりただ単にその調子が投打ともに上がってこなかっただけっていうところだったんですか。多分ね、岡田監督の機嫌が悪かったんだと思うよ。いや、これは何でかっていうと、やっぱね、構想的にはやっぱ前川がいたりだとか、はい、野口がいたりだとか、うん、いろんなことが競争の中で行われてて、ね、はい、で、小畑もしかり、はい、なんかこう刺激をし合いながら開幕を迎えたかったんだけども、うん、前川ぐらいで全く去年と一緒だったんだよね、はい、若手が出てこなかったです、ね、うん、だからそこにやっぱその岡田監督っていうの機嫌が悪かったんだと思う。いや、構想とは全然違うと、
このままじゃ不安だっていうものがおそらくあったんだと思うけど、やっぱここに来て、まあ、刺激ももちろん与えてるよ、はい、佐藤輝明を外して糸原使ったりだとか、まあ、木浪がエラーしたら小畑使ったりだとか、まあ、そういう、 こう小さな波は作りながらも、やっと岡田監督の采配も振るったら動けるような選手たちになってきたよね、はい、だからこれはやっぱ岡田監督の機嫌だったと思うよ俺は。それが最初の出だしに出てしまったっていうところだったんですか、ね、ただ佐藤輝明に対しては、佐藤輝明に対してはまだ機嫌悪いけどね、悪いですねいやだからまあそこだけだと思う、うん、でもそれは俺は逆に言えば佐藤輝明が、うん、そうした方が、うん、なんかね全てうまくいってるともう落ちるしかないわけよ。そうですね。でも佐藤輝明が心配かけてることが逆にいいのかなって思い出したそれ逆に危機感を持って戦えてるから、そうだから毎年そうじゃない、ファームに落とされたりだとかさ、そうですね、外されたりだとかさ、はい、だからそういう刺激がやっぱり必要なんだと思うな。そうですね、うん、だからこれも良しとして取らないとさ、うんうんうん、全てがうまくいくっていうことはないからね。そうですね、うん、ただまあ点数つけるとすると、ね、あの最初の頃の最下位と比べたら今貯金6つ作って、まあ、そうだね、はい、ただね、エラーがちょっと、うん、あの負け試合を作ったりとかしてるケースもあるんで、うん、はい、まあ、ここら辺がもう少しピシッとはまってくれば、うん、まあ、100点だけどね。おでも春先のことを考えたら、まあ、85ぐらいかな。お、まあ、もっと余力はあるよね、まあ、そうですね、もっと余力はあるし、うん、もっと力は出せると思うよ阪神は。おじゃあここからまた5月にかけてもちょっと、うん、あのこのままキープしていきそうな予感、まあ、そのままいくよ。分かりました。はいはい、さあそして2位が巨人です。が不思議だよな。そうなんです。貯金1つ、貯金が1つですなあ、はい、よくあれで貯金できたなって思うぐらい。確かにやっぱり打てないよな。70得点なので、これはあの広島と一緒で、あのセ・リーグではワーストなんですけど、まあ、でも逆にピッチャーが頑張ったというね。そうです、ピッチャーいいですね、防御率、うん、だから、まあ、ここのところ西舘がやられたとか、まあ、いろいろあるけども、でも相対的にはやっぱりピッチャーっていうのはね、中川をどうするかっていうのはバルノなどが出てきたりだとか、はい、そこそこやっぱピッチャーはね、まあ、頑張ってるなって思うし、まあ、キャッチャーもね、小林、はい、岸田、まあ、大城もね含めて、うん、まあ、よくリードしてると思うしね、はい、大城は違いますよっていうコメントは受け付けないここでは受け付けないか、ここは受け付けない、ここ X ではないので、そうそうそう、はい、いやだけど、まあ、そうやってバッテリー感がね、うん、まあ、うまくいってるということ、まあ、それと萩尾、はい、まあ、オコエ、はい、で右バッターが不足してるって言われてて、郡とかを、まあ、トレードだとかいろいろしたけども、萩尾が頑張るとか5番打って見えましたね。だから、まあ、そういうことは使いながら成長させたというね、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、よくやったかなっていうような感じがする。今年は本当にあの出だしから緻密なつなげる野球っていうことをやってて、ね、徹底してこの4月もうやり抜いたかなっていう、その作戦的に。いやそれはもうブレないで徹底的にやってるんだけども、うん、これがじゃあいい成果かっていうとさ、うん、その右バッターの成長は感じてもチームとしての成長っていうのを、まあ、いまいち感じないんだよね。チームとして、まあ、例えばバントが失敗あったりだとかさ、はい、やっぱこう阿部監督の意図してる野球がまだ 70% ぐらいしかできてないんじゃない、はい、これ100になったら4点5点って取れると思うんだけども、うん、まあ、取れてないっていうことはまだ 70%、60% ぐらいしかできてないんじゃない、はい、だからここら辺の完成度っていうのがまだまだ低いよね、うんうん、だからこれが、まあ、これからどうなっていくのかっていうことだよね、はい。あとはよく言われているのが、そのなかなか打順が固定できない、あと外野手がその日替わりっていうところに関しては、うん、総評としてはこの4月、先月、まあ、4月は使いながら試しながらっていうことだと思うよ、うん、だからその慌てることはないと、はい、でも4月終わった時点で1つの貯金をできたわけでしょ、うん、これはもうね、阿部監督としたら上出来だと思ってるはずだよ、うん、これだけ試しながら、はい、やりながら、まあ、完成度も低い野球をやりながら貯金を1つできたと、うん、まあ、ピッチャーの頑張りに感謝すると同時に、やっぱりこれから、はい、じゃあこれをどうしていくかっていうね、うん、ことは明白になったと思うんだよ、はい、だから、まあ、ここからだよね、巨人がね。となる
と、まあね、安倍新監督になってからのこの1ヶ月は、はい、まあ、豊さん的には上出来だったんじゃないかな。いやよくやったと思うよ俺は、うんうんうん、まあ、2位にいますからね、うん、まあ、2位って言ってもな、なんか2位っていう感じの軽快さはないけどね。そうですね、うん、だけど俺は安倍監督の中ではもう試しが相当あったと思うんだよね、うんうん、だからその中で賞金一つをできたというのは上出来だと思う。そうですね、はい、さあ3位の中日、はい、中日4月30日時点で、まあ、5部というところで、はい、一時期ね単独首位っていう時もありましたけれども、ね、はい、うん、まあ、これはスタートダッシュしなきゃダメだよって、はい、だけどあれだけ7連敗とかいろいろしたでしょ、うん、したけども5割で終わってるっていうのは相当前半頑張ったということだよね。そうでしたね、うん、だからその頑張りには俺拍手だし、はい、もう非常にいいと思うよね、うん、で高橋周平が怪我した、はい、カリストが出てきたみたいな、うん、取って変わって出てくるようになってきてるし、だから選手の層も厚くなってきてるし、はい、で競争も始めてるし、うん、で細川が覚醒して、ね、で中田の効果っていうのも出てるし、うん、だから非常にまたこれからじゃないこれ、5月になっても、うん、このいい状態のままキープというか、さらにまたもう一回上の方に、クラスでもいけるっていう可能性は残した中で、まあ、そうだね、まあ、あの戦い方なんだよね。結局勝つスタミナっていうものが4月で分かったと思うんだよ、うん、で勝ってる時っていうのはリスクを伴っても勝ちゲームのピッチャーどんどんつぎ込んだ、はい、でも負け出すとやっぱりね投げさすピッチャーがいないわけよ、うん、それで引っ張ってもう今日は負けだとか、そういう連敗が重なったりとかして、やっぱ勝つスタミナっていうのは誰か止めるというね、はい、作業ができなかったという意味では、あ、まあ、これからじゃあ誰になるのかという、うん、で4月1回だけ投げた高橋宏斗、はい、素晴らしかったよね。すごかったですね。だから逆に言えば5月からはこのピッチャーを軸に回していった方がまだ余力はあるからね。そうですね、だって最初から投げてるわけじゃないから、はい、じゃあ5月は、ね、軸としたら高橋宏斗、うん、これを軸に回していけば、まあ、大きな連敗はないと、はい、いうことを考えるとまた5割でいく。おお、じゃあいい位置にキープできそうな5月になりそうということですよね、うん、でそのうちやっぱね点の取り方っていうのは上手くなってるよ、はい、だからまあその一気に畳みかけるっていうかさ、うん、まあ、そういうチームのノリも出てきてるし、はい、ただそこにプラス走塁を重ねないと、うんうん、なかなか相手にプレッシャーがかからないという、まあ、それね常々おっしゃってるその広いバンテリンだからこそ、やっぱ走塁はねやっぱ大事だよ。ツーアウトになってセカンドにいようがサードにいようが一緒だろって全然違うから相手のプレッシャーが。そうですね、中田が激走してホームに帰ってきてる、はい、ね、一塁ランナーの細川はセカンドで止まってる、え、どういうことみたいな。確かにそうですね。だからまあそういう、まあ、また一三塁を作れるとかさ、はい、そういうことだったんだけども、まあ、そういう細かいところ、うん、例えば村松が突っ込んでくる、うんうん、いやいや挟まれろよって言ったらもうそのまま突っ込んでくるいやいや挟まって同じ形をもう一度作り直してよっていうのに、うん、はい、バッターランナー全然いけなかったという。そこもそうですね、浸透してない、うん、まだ浸透は全部してない、まあ、浸透っていうか口酸っぱくは言われてると思うよ、うん、言われてると思うけど、まあ、そこをやらないとやっぱり一つ上に行けないということで、それだとやっぱり去年と同じままになってしまうよってことで、いや去年よりはまだいいけど、うんうん、いいけど、だけどせっかく今年は勝つチャンスが来てるわけだから、はい、だからそういうところに意識を高く持たないと、うん、5割のままいけないよっていう。ただどうですか、まあ、4月この位置にいるっていうことを中日、いやいやもうだからよくやったって、同じ、いや同じだよ、うん、だから5月は誰を基準として回していくのか、はい、だから勝てるピッチャーっていうのはたくさんいるよ、うん、まあ、例えば高橋宏斗もそう、小笠原もそう、涌井もそう、うん、柳とかそう、ね、柳とかもそう、ね、あと梅津とかもそう、はい、松葉もそう、うん、だから結構頭数はいるけども、はい、やっぱり頼りにするのは俺は高橋宏斗だと思う。こう軸に5月は回していった方がいいの方がいいと。そして走塁ですよね。あと走塁だな、はい、課題はな、うん、だから守備もね随分良くなったよ、うん、ね、良くなったししっかり守れるようになった、うん、まあただ走塁が下手だな。そこがまだ、ね、なんであんな下手なのかなんてもう思うぐらい下手だよ。こっ
チはね、まあ、言ってね、練習はしてるとは思うんですけど、ただやっぱり走塁っていうのはやっぱり勇気も必要だしな、時には、あとは状況っていうのこともあるし、だからまあそこら辺やっぱこうちょっと考えたらね、野球やってる人だったらもう絶対できるはずだから、だからまあそこら辺は意識高く、まあ、ちょっとやってほしいなと思って、そうですね、さあ4位広島です。はい、まあ、広島はよくやってるけど、やっぱクリの時に勝たせてたら、やっぱ A クラスにはいるわ。そうですね、まあ、クリ投手が大体当たるのって相手のエースだったりするので、まあ、でもそこをやっぱ頑張りきれないと上に行けないということだよね、まあ、床田なんか、まあ、この前はやられたけど ものすごく安定してるし、まあ、森下もいいしね、まあ、大瀬良もそこそこ投げるし、だからクリをなんとかしてあげないとやっぱちょっと苦しいかなっていうふうに思う。あとどうですか、ちょっと4月中継ぎ陣も結構頑張ったというか。いや、それは頑張ってるよね。ね、勝たせないんですよ。頑張ってるよ、頑張ってるけど、あとはやっぱこう打てるピッチャーと打てないピッチャーとはっきりしてるというかさ、だから、まあ、そこら辺 その苦手意識みたいなのがあるのかもわからないけども、そこをやっぱなんとかね、まあ、していかないと。ただこっから俺は広島はちょっと上がってくるっていう予想はしてるんだよね。それはどういう。だからまあ大体そのチームの持ってるバイオリズムっていうのは、まあ広島って大体恋の季節って、そう5月長い、だから俺あの開幕当初4月はちょっと低迷するかもわからないけども、5月ぐらいからちょっと上がってくると思うよって言ってるけども、多分そうなると。あとそのやっぱり開幕当初、そのなかなかずっとやっぱ主軸クリーンアップが決まらない、特に外国人2人が抜けてしまって、その後クリーンアップをどうするっていうのか。だからね、新井監督が決める気はないもんね、あんまりね、まあ、こういう形でいければいいなっていう、まあ、つなぎの4番でもいいやみたいな感じで、ただね、上がっていく一つの俺条件として、相澤のマスクを増やすことだ。坂倉選手は専念ですか、バッターに。で、ファーストでいい、この前使ったけども、やっぱね、相澤のあのキャッチャーとしての能力は違う、だからそれは坂倉が悪いっていうわけではないけども、やっぱ坂倉のバッティングを生かすにはやっぱキャッチャーじゃないな、もうこの昨年の1年間この出だし見てると、俺は違うと思う、やっぱ相澤にもう少し頼った方がいいと思う。相澤はやっぱバッティングも勝負強いし、ここら辺をどう使っていくかっていうのに俺はかかってると思う。5月はじゃあちょっとそこですね、スタメンマスク誰がかぶるのか。そうだな、だから、まあ、半分半分っていうのは中途半端かもわからないけども、まあ、そのぐらいの意識でね、で松山ファーストで出たりとかするときあるけども、松山はやっぱここ一番で置いときたいよ、そうね、やっぱ相手が嫌だもん、だからそうだな、相澤のマスクが増えることがやっぱ条件になってくるかなと思う。やっぱ相澤の能力が高いわ。私あの4月 の, そのやっぱ坂倉選手の打率を見てると、やっぱりじゃあちょっとバッターとして専念して打率上げていった方が、そうだな、まあ、そこら辺でね、状態をその取り戻してくれないとさ、やっぱずっと苦しいよ、と思う。はい、さあ5位 DeNA です。DeNA な、やっぱ守備が悪いな。もうダントツエラーが19というふうにワーストですね、で守備が悪いね。ちょっと渡来のことを言うけどさ、渡来を1番に使いたいのか8番に使いたいのか6番に使いたいのか、もう迷ってるんだったら俺は外した方がいいと思う。まああのね、ちょっと不調というか波が出てきてるし、あとはやっぱ守備があれじゃね、やっぱプロの守備じゃない、これはっきり言ってライトですね、やっぱ目測誤ってるし、ね、飛び込む気持ちは分かるけど、でも飛び込まないで一つ取っとけばさ、2点も入って逆転されないんだよ。だからそういうところを、まあ、あの子は焦ってるのかもわからないけども、一回外して冷静に野球を見せた方がいいかもわからないよね。そうですね、やっぱその開幕したての時に2戦連続でっていう鮮烈なデビューをしたからこそ、やっぱりそのどこか頭の中でああいうふうにまた、ああいうふうにまたっていうふうに空回りしちゃってるんですかね、守備も。まあまあそれもあるだろうし、まあ満塁ホームランも打ったりとかね、まあ意外性があるんだよ、だから意外性で使ってるようでは、やっぱり1番は無理なんだよ、6番も無理なんだよ、だからもう迷走し始めてるでしょ使い方に、まあそれだったら1回リセットした方がいい。だって能力のあるやつはたくさん DeNA にいるから、だからそこにしつこく気持ちを置いとくと、他の人たちがもうやる気が薄い、
だからまあ厳しいこと言うようだけども、やっぱルーキーってそんなもんだよ、うんうん、スーパールーキーなんかいないから、はい、うん、だから一回リセットさせてやった方がいいのかなっていうふうには俺は思うけどもね、うん、だってベンチを迷ってんだ。そうですね、1番、8番、6番ってお前結局どこで使うんだって、うんうん、そこなんですよね、うん、だって1番で使ったものを8番に置いて、うん、ね、打ったから1番に上げてって、うん、いやそんなさ迷走し始めたら選手が困るって。そうですね、他の選手も、ね、影響を与えるだって、将来的に何をどこでどうしたいのかっていうのが、うん、あるだろうから、それが1番なのか2番なのか3番なのか、いやそれだったらそのポジションを与えなきゃいけないし、うん、まあその迷ってるんだったらちょっとね外した方がいいということ、はい、まあ、それとやっぱ守備に関してだってちょっとひどすぎる、はい、まあ、渡来だけじゃなくてね、はい、他の選手もね、はい、うん、ちょっとこれじゃあやっぱ投げてるピッチャーもたまんないんだろうし、はい、ちょっと困るな。でこれ失点が106というのはセ・リーグの中でワーストなんですけど、はい、この失点106っていうのはおそらくそのエラーも絡みながら、まあ、エラーも絡みながら、うん、フォアボールも多いよ、あピッチャーも、うんうん、そりゃねフォアボールばっかり出してね、はい、はい、やっと切り抜けました、打てってたってね打てないよ、うん、でもこれはもう最初から分かってたことだけどね、守備なんていうのは、はい、これじゃちょっと難しいだろうなっていう、そういう布陣を引いてるから、それが本当この4月顕著に出たのかなという感じですね。そうだな、だからちょっとこのままではやっぱ困るな。そうですね、あとはやっぱりこうなんて言うんだろうな、相手がどういう野球をやってきてるか、どういう状態なのかっていうのをもう少し分かって戦った方がいいな、うん、戦略っていうことですか、そのチームチームごとにっていうことですよね。巨人何点しか取れない、2点ですねって思うだろう、はい、なあ、うん、その試合6点取られたんだけど、うん、でもほぼ2点だったじゃん、はい、俺さ3点取る野球やれば勝てるっていう風に、うん、まず人って考えるだろ、うん、はい、だからそれを目指さなきゃいかんと思う。そうか、やっぱ俺のことも知って相手のことも知らないとさ、はい、やっぱこれはね勝負にならないよ、うん、自分たちの野球だみたいな、いやそんな必要ないからって、そんなできないから最初から、うんうん、そんなメンバーいないから、うん、いやそれだったら3点を取ることを考えればいいじゃないかって先にって、はい、と思うけど、うん、俺なんかはね、まあね OB だからこそねちょっとあのやっぱりそこがね頑張ってほしいっていう、本当にね、まあいいやあとオースティンもねまた抜けちゃいましたしね、いやいいんだよオースティン、もういらないから、もういい、俺の中でいらないからだそうです、うん、さあそしてヤクルト、まあ、ゲーム差なしで6位にはいるんですけれども、はい、まあ、得点は106点と、これはあの6チーム中もちろんダントツです、はいはい、やっぱりあの打線はね、ただ塩見がね、うん、やっぱこう怪我がちだな、またこの前ここが困るよ。そうなんですよね、あの子が1番に入ってるっていうのは相当嫌だけどね、はい、だけどこれが入ったり抜けたりしてるようではちょっとなあ、それでも点取るけどね。そうですね、あの両外国人いいし、いいし丸山選手変わったら丸山選手もいいし、そうだな、それと長岡もね状態上げてきてるし、あと山田哲人選手も戻ってきて打ったりもしてますし、ね、まあ、竹岡がねホームラン打ったりとか、まあいろいろやっぱバッティングはね、うん、非常にいいと思うよ、うん、まあ、西川代打で打ったとか、はい、まあ、そういうのいいよ、うん、だからやっぱピッチャーだよ。そうですね、ただね兆しはちょっとずつ出てきてる。それはどんなところの表れ？やっぱ中継ぎのあの外国人エスパードとか、はい、うん、ちょっとあ俺は良くなってくるかなっていう、で小川が帰ってきた、小川選手が全員ピッチングしてました。だから4月のね本当の終わりの方に、うん、やっと形ができてきたかなって、これからだよヤクルト。だからあとヤフーレもあの完投しましたし、ヤフーレいやペコちゃんですよ可愛い、そうだ、兆しが4月の終わりに出てきたのかな、いやちょっと出てきてるなっていう感じはするから、うん、だからまあ4月ねずっと苦しいんだと思うけども、はい、まあ、5月は多少落ち着いて、はい、勝ち星も拾いながら、はい、いけるかなっていうふうには思ってるけどね。順位も上げてきそうですか、ね、まあそうだね。これなんか見たんですけど岡田監督が今5チームで一番警戒はヤクルトと、打者が違う、やっぱ他のチームと全然違いますよね。違う違う、うん、だからそういう意味では、はい、まあ、他のチームってのはなかなか打てずにね、うん、苦しんでるけども、はい、まあ、ヤクルトは打つよやっぱ。
そうですね、打線はいい。いいですね。あとはやっぱこう、まあ、先発はそこそこ作ってきてるけど、うん、まあ、中継ぎとかね、まあ、そういうところで競り合いに負けるという、うん、だけどちょっと兆しは出てきてるな。お、じゃあ、ね、順位は今4月は6位で終わりましたけれども、うん、ちょっと、ね、兆しの出てきてる4月の終わりだったのかなっていう感じますね。まあ、そうだね。だから期待はできると思う、これからね。さあ続いてパ・リーグ行きましょう、はい、パ・リーグは、ね、やっぱりソフトバンクが現在4月30日時点で貯金12、はい、でまあ、日本ハムと 3.5 ゲーム差というところで突っ走ってますね、はい、で日本ハムでしょ、次 が、はい、次が日本ハム 3.5 ゲーム差で追ってます、はい、で3位がオリックス、オリックスも上げてきました。ただ日本ハムとは3ゲーム空いてます、はい、で4位がロッテで、そこをゲーム差なしで追っているのが5位の楽天で、最下位が西武、これは借金が10というところですけれども、まあ、ソフトバンクはね、もう言うことない、うん、ないですよね。もう本当ない。どこからでも打ちますね、あの打線。いや、もうクリーンアップが打ち出したら、うん、もう、もう、もう負け試合だもん、相手は。ギータも好調だし、コンちゃんいいし、で山川選手もね、もうドーンと上げてきたので調子を。そう、あ、はい、この前の西武3連戦、はい、3連戦ともサヨナラだったんだけど、はい、そうでした。それまで高橋光成がクリーンアップに一本も打たせてなかったんだよ、うんうん、でマウンド降りた、はい、で8回切り抜けた、うん、9回2人置いて、うん、ギータが、うん、ね、逆転サヨナラスリーランだ。その一本でクリーンアップ打ったのがその日、はい、やっぱ強いよ。強いですね。ただ、まあ、山川選手は今年から入りましたけど、他のメンバーは去年からいるわけで、まあ、だけどね、やっぱり周東がちょっと戦列を離れたら、うん、河村がパッと出てくる、はい、で牧原が怪我したら三森が出てきたら打つ、うんうん、怪我人が出てきたらソフトバンク落ちるなと思ってたんだけど、うん、やっぱそう熱いな、ね、出てきた選手がやるもん、また新しい河村なんかがやるもん、はい、これはちょっといかんな、あんまり。ちょっと他の5チームが太刀打ちできなくなりそうなこの勢いで、早ければ7月にも優勝マジックみたいなことも、いや、可能性あるよ、本当に、下手すると。ああ、そうか。まあ、ただ、バッティングはね、波があるし、はい、うん、まあ、先発投手陣という意味では、はい、若干こうね、弱い部分もあるけど。うん、まあ、だけどあそこまでやっぱ打ってくれると心強いよな。で防御率も 2.13 と、これはパ・リーグの6チーム中ナンバーワン、うん、なので中継ぎもね、はい、安定してきたよね、うん、藤井とかいるし、うん、積もりが今年いいし、うん、なんか変則三人衆みたいな、揃ってきましたね。やっぱちょっと嫌だな、うん、でモイネロもね、先発に回って安定してます、はい、うん、他も本当に言うことないですね。言うことないよ、はい、本当に言うことない。勝率7割5分ということでね、はい、何もない、もう100点満点ですね。勝手にしてくださいみたいな。そうです、そうです。でそこになんとか食らいついていってるのが日本ハムです、はいはい、いや、いい4月の戦いだったんじゃないですか。新庄監督が、うん、やっぱこう可能性をもっと引き伸ばしてるな、うん、まあ、例えば山崎福也、はい、7年ぶりの完投勝利しました、ね、いや君も6回っていうんじゃなくて、うん、長く引っ張れるんだよ、引っ張れるんだよって、うん、長く投げられるんだよ、で連続完封あったでしょ、はい、で北山もいいでしょ、はい、いやだからここら辺はね、まあ、平に対してはその足を使って攻撃してみたりだとか、うん、まあ、いろんなことができるようになったな。だからもう100点だよ。お、この100点。いや100点だよな、うん、ただその新庄監督はまだ物足りんって思うかもわからないけども、俺は100点あげてもいいと思うよ、うん、で若手もタミヤっていうキャッチャーが育った、はい、水野っていうショートがね、そうですね、いい郡司選手も、ね、で郡司もサードでね、うん、生き生きしてる。あとマルティネスが後半上がってきましたね。そうだな、うん、マルティネスがオスナーの一発、はい、延長に入って同点ツーランからなんかこうちょっと乗ってきたな、うん、あとあの接戦をものにするというか、まあ、1対0で勝つとか。そうだ、6勝1敗だと思う。そうなんですよ、1点差。あとサヨナラで、まあ、延長をものにするとか。そうそう、非常に粘り強い野球が4月できたのかなっていうふうに。そうだな、うん、だから面白いよやっぱり野球が、うん、はい、いや、いろんなことができるからね、うん、足は使える、大きいのは打てる、はい、
いや非常にいいバランスになってきたよ。そうですよね。いやだから清宮選手がね、出だしね、キャンプからいなかった時はどうなるんだろうっていうのありましたけど、もうそれを感じさせないぐらいのニューヒーローも出てきた。戻ってきたけどね、あの一時期そうでしたね。でももう外れエラーで、はい、されましたね。いやいや、もうそれはしょうがないよ、もう競争だからな。そうですね。非常にいい形、いい流れで進んでるな。ですね。これはあの実力だというふうに言ってもいいと思う。あ、日本ハムがこの3年かけて実力をこのようにつけてきたっていう。まあそうだね。をなんですかね。はい、まあ、松本剛が。松剛選手が打率が下がってきましたけれども。まあでも俺はチームの勢いに乗ってくると思うよ。ここは引っ張られるようにして。うん、最初ちょっと勝ちはしたけど重かったんだよね。はい、で松本剛にのしかかるこうプレッシャーというか大きかったんだけども、うん、まあ、ここに来てみんながこう躍動するようになったし、はい、だから少し負担という意味では軽減されてるんじゃないかな。だからこれからちょっとまた打ってくるような気はするけど、さあ気がつけばオリックスが3位に上がってました。まあ、そうだな。出だしがね、今年は本当にあの打ってほしい人たちが全く打率が、いや、まあ、それでも、うん、まあ、頓宮でしょ。そうです、まあ、頓宮は調子をね、ちょっと取り戻したけども、やっぱ森にしたって、森友哉選手がまだ、西川にしたって本来の実力は出せてない、うん、はい、まあ、それ考えてこの3位の位置にいるっていうのは、うん、やっぱり試合巧者だなっていうのがあるよね。だから、まあ、ピッチャーもしっかりしてるっちゃしっかりしてるけど、うん、なんか山下俊平がどうしちゃったのとか、どうしちゃったんですかね、まあ、まあ、この前ムクノブも投げたけども、うん、まあね、手術明け一発目だったから、はい、まあ、緊張もしたし、どちらかったかもわからないけども、うん、だからまだチームは落ち着いてないけども、まあ、3位にいるっていうことはやっぱさすがだなと思うよな。そうですよね、うん、だからもう本当今年は、ね、山崎福也投手も抜けて、もちろんあの山本由伸投手も抜けてっていうところで、まあ、ピッチャー陣がどうなるのかとも言われてましたけれども、結局4月終わってあの、ね、あの防御率も悪くはないですし、うん、そこまでは、うん、なのでやっぱりディフェンディングチャンピオンとしての何かものがこの3位に、やっぱりあの白場をくぐってきた選手たちばっかりだから、うん、まあ、そこら辺はなんとなく勝ってるっていうことだよね、うん、なんとなくなんとなく勝ってるっていうことだから、こう圧倒して勝つのはソフトバンクだけど、うん、まあ、なんとなく戦ってなんとなく勝ってるのがオリックス。これはだからオリックスのペースになってきたっていうことだよ。そうですね、まあ、昨年は圧倒はしてないんだけど、うん、数字だけ見るとさ、はい、どん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 引き離していくっていう、うん、そうでしたね。だからまあこれがオリックスのペースだろうな、うん、だからオリックスのペースにはなってきてるんだろうなっていうような感じはするけど、うん、ただやっぱりその4月森友哉選手だったりとか、うん、西川龍馬選手が本来のまだ発揮してないので、うん、5月そこはちょっとまだ様子見なのかなっていう感じなんですか。まあでもね、彼らの技術からするともうそろそろ上がってくるよ。大丈夫ですか。あ、まあ森が佐々木から左中間にツーベース打ったけども、でもああいう姿を見てると、ああちょっとずつ上がってくるなっていうふうに思う、うん、で西川もそのエースコンでホームラン打ってた、はい、まあ、ああいうようなバットさばきが出てきたら、ああ上がってきたんだなっていうふうには感じるけどね、うん、うん、ただパ・リーグはね、上位2チームだけがあの借金がなくて、はい、勝ち星つけてて、はい、3位のオリックスからがもう借金というふうな形なので、まあ、大体そういう形だよね、うん、毎年なんかちょっとね、離されていっちゃってるのかなっていう気はしますがさ、はい、4位、はい、ロッテ。ロッテね、なんかロッテ良かったり悪かったりっていう、こうどっちなんだろうっていうのが分からなかった4月だったんですよ。まあ打線が最初はつなげなかったよね、うんうん、でみんな総じて悪いというね、うん、藤岡が離脱してちょっと打てる人がいなくなったという、はい、でもベテラン角中とか荻野を使い出して機能し始めたというね、はい、だからやっぱベテランにまだまだ頑張ってもらわなきゃいけないのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じはするけどもね。そうですね。でも勢いがついたらこうそのまま若手でいけみたいな、うん、まあ、そんなこともできるんだろうけどさ、やっぱ中村翔吾がまた今年も良くないしな。なのであのルーキーの、ね、上田慶斗選手使ってみたりとか、そしたらまあエラーしてな、うん、みたいなこともあるし、いやだから、まあ、そこら辺はもう角中奥義のベテランを使いながら、はい、まあ、しのいでいくしかないのかなっていうような感じがする。まあ、藤岡も帰ってきてるし、はい、で藤岡が帰ってきてから打ってくれてるしね、うんうん、だからポランコも上がってきた、はい、まあ、外もホームランは出ないまでも、うんうん、まあ、やっぱ貢献度は高い、うん、あとはピッチャーだな。そうですね、ボールの3点台。でね、あのね、
吉井監督がピッチャー出身だけにピッチャーを引っ張りすぎる傾向があるんだよね。それ去年からもそうだね。そうだね。いやだからね、ピッチャーの監督にね、総じて起こることなんだよ。引っ張りたい、なんか気持ちが分かるから乗り越えてほしいっていうことなんだよね。そういうのもあるんだろうけども、うん、やっぱちょっと引っ張りすぎて苦しくなって崩壊してしまうというさ、そういうことがちょっと多々あるんで、だからピッチャーはちょっと早めの方がいいかなっていうような気はするんだよね。うん、もうちょっとこれね、野手の監督だったら絶対変えてるなっていうところまで引っ張るんだよ。だからそれはもう監督のその目だからさ、これは仕方ないけど、もう野手なんかもうすぐ変えたがるんだ。野手の監督がそうですね。そうそうそう、うん、いやだけどここはやっぱピッチャーの監督なんだろうなって。でもそうしないと育たないんだろうなっていうこともあるしね、はい、ピッチャーがね、うん、まあだけど勝敗のことを考えると、まあ、もうちょっと早く変えてもいいかなっていうふうには思うよね。そうですよね。あと盗塁が圧倒的に9と非常に少ないんですけれども、うん、これは6だから走れる人がいない。まあ、そういうことですよね。足の速い選手というか、それはね、高部とか、ね、和田とか、はい、そういうのを常時使ってたらこんな数字じゃないよ。確かに。でも走ろうと思っても常に劣勢に立ったりだとか、だから一人のランナーを無駄に殺せないとかさ、はい、まあ、そういうことも考えての策だろうと思うけど、やっぱり迷いがあるな。代打一つに行くにしても、はい、ちょっと結局代打出すんだみたいな、うんうん、ちょっとタイミングが遅れたりだとか、まあ、ピッチャーのことはさっき言ったけどね、ちょっと手を打つのが遅れ気味だな、うん、4月はそれが結構目立った、うん、だから迷ってんだろうなっていうのは感じる、うんうん、さあ続いて5位楽天ですけれども、楽天な、はい、ちょっと失点が106と非常にまず多いというのと、ホームランが少ないですね。防御率が 3.83。 でもね、打線はねちょっとね上向きになってきたな、うん、そうですね、魔王が良くなったりだとか、島内が打点を上げ出したりだとか、はい、まあこれからちょっとずつ上がってくるのかなっていうような感じがするよね、うん、はい、でもね考えるレベルというかさ、うん、例えば5回投げて四死球が4とか、はい、4失点してる、うん、それでも勝ち投手になった、喜べないよ、うん、本来はそうですよね。喜べないし、ヒーローインタビュー受けちゃいけない、俺はいけないと思うんだよ。なぜヒーローにいやそれは、ね、したのか、まあ、そうだね、こう、ゴーがお前もちょっとご飯みたいな、うん、まあ、勢いつけさそうと思って、うん、そうしたのかもわからないけども、うん、やっぱね、まあ人前だから、ヒーローインタビューだから、まあ笑顔で接してるかもわからないけども、それはもう負け投手ぐらいの、なんかこうインタビューに俺はなってほしかったんだよね、うん、いや、はい、喜べないですと、うんうん、申し訳ないと、もう野手に感謝するけども、はい、ね、これは勝ち投手じゃないですと、うん、ね、まあ、代表して僕がインタビュー受けてますけど、うん、っていうぐらいじゃないと、これからどんどん勝ってきますみたいないやいや毎度毎度打ってくれないよって、そんなにって、確かにそうですね、うん、まあそれだけで判断するのはちょっと申し訳ないけど、うん、思考がそこだったらちょっと成長はないよっていうような感じです。だからそこら辺はやっぱこうちょっとレベルを高くね、はい、まあ、庄司だったんだよ、ヒーローインタビュー受けてたの、はい、でも庄司っていうのはもうちょっとレベルの高いピッチャーだと俺は思ってるから、はい、だからもうそんなことで喜ぶなみたいな、うんうん、そんな感じだったよね。そうですね、うん、まあ、4月からね初めて、あと則本投手もね今シーズンは後ろに回ったりなど、そうだな、はい、転換もありましたし、なんかちょっと去年もそうですけど、去年の出だしもねなかなか楽天って、まあ、上がっていけなかった。本来はね春先の楽天っつってさ、そうなんですよ、春元気が良かったんだけどな、はい、でもまあ今年、まあ、昨年と出だし悪いよな、うん、まあ、出だし悪いけど、じゃあ上がっていけるかっていうと上がっていく材料もそんなにないというね、うんうん、ちょっと厳しいのかな、まあ、で球団内でねちょっとごたごたもあったし、はい、うん、だからそういう面では相当みんなでねスクラム組んで頑張らないと、はい、まあ、浮上してこないかなっていうのは感じる、はいはい、で、セーブです。何やってんだと思うよね。本当に出だしすごい良かったんですよね。最初もうピッチャーたちがそうそうたるピッチャー出てきて勝ってピッチャーで勝てないって言ったらよっぽどだぞ。いやちょっと呆れる俺今借金10です。俺優勝にしてるんだよ。そうです、
こんなはずじゃないよこんな声っていうのが現場の声なんだろうけどもさ多分みんなどの方も思ってると思いますファンが一番多分思ってますしそのだからといって先発ピッチャーはいいんですよいいピッチングしてるんですよもうかわいそうだよお前あの中で打たれ始めたりとかあとそのね、サヨナラとか延長に分かったりとかだって昨年の6月15日から延長戦に入った試合が全部落としてる、はい、去年の6月からですか、うん、だから16連敗ぐらいじゃないちょっと何か対策を考えないとこれはもういや、まあ、対策も何も俺はね一つある、はい、松井一夫の情だよ、うん、やっぱ人がいい、うんうん、優しい、うんうんね、その情をなくさないと勝てないこれは選手の起用法、誰とは言わないけど、はい、これはね、絶対だと思うそれはもう、チームが勝つということに徹しないといけない徹しないといけない、うんうん、だからそこにね、やっぱ情のある人間ってすごく優しくていいかもわからない、うん、でも、勝負に対しては絶対持っちゃいけないことなんだよね、はい、これはみんなが不幸になっている、うんうん、だから、情は持っちゃいけないしもっと厳しくね、はい、やっぱその発展途上の人間もいるから、うんまあ、厳しいだけはいいっていうわけじゃないけども正しい指導をしないとさ、はい、これね球団によっては選手が来るまで教えちゃいけないとか、はい、いう球団もあるんだけど西武がどうなってるかわからないけどもやっぱ徹底的にやった方がいいよ、うんうん、やっぱ正しいことをしっかり教えた方が話し合って、うん、じゃないとやっぱこうもうあのピッチャー陣を作り上げてるのにもったいなくてしょうがないよ先発ピッチャー陣がしらけていっちゃいますよねあれだと思うしらけるどころじゃないよお前どっちらけだよお前いや本当ですよねもうね先発ピッチャーどのピッチャーに聞いても多分ね西武のピッチャーは、うん、何点欲しいって言ったらね、うん、贅沢は言わん3点取ってくれって、うんうん、そしたら絶対勝ちゲームにしてやるって、うん、多分言うと思うよそら今井の球なんて打てないよお前そうですよ、平もそう高橋コーナーもそう高橋コーナーもそうそうですよねね、そうだね3点取ってくれたら何にもいらないからって言うと思うよ本当で、変わったらあ、打たれちゃったみたいなシーンを今年本当よく見るんですよねそう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 いや、あのクオリティスタートが実は 73.08 とこれあの6チーム中トップなんですよあ、12球団トップだから3点でいいんだよそうか、だからその3点を何かが守りきれてないってことなんですよねまあ、一つにはやっぱ打ててないっていうことだよね3点取れないゲームってたくさんあるからはい、うん、だからちょっと頼むわ、本当にそうですねでだって打ってんのはさ、はい、おかわり君だけだもんいや、そうなんです、おかわり君って本来だと例えばベンチにいて何かの時に出ていく存在じゃないともういけないんですよねまだまだおかわり君は引退できない絶対引退できないでこれ得点圏打率もなんですけど194が、ワースト巨人なんですけれどもそれに次ぐ198ということで得点圏打てないいやだからまあまあ多分、まあ、ちょっと待ってくれ、はい、巨人はね、うん、投手陣いいでしょ、はい、でもそれを上回ってるのが西武でしょそうですよで得点圏が一番低いのが巨人でしょ、うん、じゃあなんでセ・リーグの2位にいるんだってだからその進め方っていうのもあるんだよ野球の攻撃の仕方っていうことですかもうあるあるあのね、はい、もう伝統かもわからないけどもう西武の、うん、ボール球に手を出しすぎるわそれあの言ってないんですかいやだから昔はね三足打線でこうホームランとかたくさんね、うん、打てたかもわからないその時にはボールはある程度振りに行かないと、うん そ, うですね、やっぱそんなにホームランも出ないしね、うん、だけどそのタイプが違うやつまでボール球に手を出しているということ、はい、さらに代打率にも関してなんですけれどもこれ12チーム中唯一のゼロだからゼロなんですどうなってんだよ代打もいないっていうことになってしまいますよね代打出せないんだよだからどっちみち打てないからいやそれだったら、まあ、あそこに代打出したいなと思ったら、はい、守備に行かしておいて、はい、それで帰ってきて打席に出すっていういやちょっとなこれだから ある試合でちょっとびっくりしたのがあれ昨日までのオーダーの人って1人か2人であと全部新しい選手でオーダーになってた日が、まあ、変えた時あったね、はい、ちょっと源田とか殿崎とか全部外しましたよね、まあ、佐藤龍生4番にしたりだとかびっくりしたのもあったんですけど松井一夫監督やっぱりもうどうしたらいいのかちょっと今策がないという感じなんですかいやだからもう当たってる順からもう並べていけって固定観念にね縛られないで、はい、っていうその方がいいと思うよ
もうで外崎選手もやっぱ率下げてきちゃってますし、ちょっとねこの兆しはどういうふうに見出したらいいか。いや兆しっていうのは先発ピッチャーが怒り出すよ、うん、死活問題になる。そうですよね。いやそりゃそうだよ、勝てなかったら給料も上がらないしさ、うん、でも個人の成績は残ってるって、うん、でも勝ち星だけは置いてきぼりだって。去年 の, その中日のピッチャー陣先発のみたいなカルテットになっちゃいますよね。まあ可能性はあるよな、うん、だからそれはもう宝の持ち腐れだからさ、もったいない。だからまあちょっともうちょっとやっぱこうなんかあるんだよ、やっぱやってると、うんうん、策は、うん、だからそこを見つけ出さないとさ。そうですね、うん、いやちょっとねあの長くなりましたけれども、開幕から4月30日までの12チームの月間総評やっていきましたけれども、はい、でも言うけどね、はい、3連戦の振り返りより短いからねお前どれだけ大変か分かるやろお前確か準備からね何もかも含めてですけども、またねこれが5月の終わり、はい、5月31日にどういった12チームの月間総評に変わっているか。そうだ ね, ね、はい、今ね下のチームはぜひ上がっててほしいですしね。まあ本当そうだな、うん、頑張れ西武、頑張れ西武、本当そうですね、はい。